すいません、続きです。そう、どうでもいい質問をする方が多いんですよ。私も速稼塾のちょっと厳しめのカリキュラムをやる中で、参加者がその時は50人ぐらいいたんですけども、くだらない質問が多いんで、質問禁止っていうお触れを出したこともあるぐらい、本当にね、こんなこと聞いてくんなよって、もう答えるのもバカバカしいよみたいな、本当あるんですよ。でも、心の中でそうは思っていても丁寧に答えますけどもね。丁寧に答えた後で、その後で、ここに書いてますよ。これは検索すれば出てくるんですよ。検索キーワードはこれですよっていうふうに、まあお答えすることにしてるんですけども、やっぱりね、何かをやった人っていうのは質問も結構優れてるんですよ。でもやってないうちに質問する人っていうのは、なんか調べればわかることとか、聞いてもしょうもないことはね、聞いてくるんですよね。だからそれは、小野里さんも感じてらっしゃるんだなと思って、ちょっとほっとしたところがあります。はい、まあそれでね、いろいろとお話しくださったんで、何を取り出して話せばいいのかなと。私もね、でも全部のテーマに返信してたら、これまたね、1時間、2時間とかかかっちゃうんで、なんか、いくつかのポイントにまとめてお話したいなと思うんですけども、そうですね、やっぱ稼げない人っていうのは何をしてるかっていうと、ノウハウとか、儲かりそうな商品ばかりを探すんですよ。で、これ彷徨っちゃうんですよ。そうなると。だから詐欺にかかりやすくなるんですよね。爆速で稼げますとかね、秒速で稼げますみたいなのに弱いんですよ。でも、まあ私もそうだし、小野里さんもそうかと思いますけども、小野里さんは例えば、カメラをね、たまたま行った店頭でポンと見つけて、定価で売ってますと。カードを使っても大した割引が受けれませんって言っても、それを買って利益を出すことって多分できると思うんですよ。で、私も同じですけども、とにかく与えられた材料でね、利益を出す。それがビジネスであり工夫だと思ってるんですよね。まあだから、これじゃないと稼げませんとか、こういったものだったら自分も稼ぐ自信があるみたいなのはちょっとね、まだダメだなと思うんですよ。だからノウハウとかね、商品で別に売ってるわけじゃないですからね。こうやって彷徨っちゃうんですよね。こういうものがあったら売れるのにとか、こういう風な商品が欲しいんだみたいな、もう、自分の売り上げを上げるためにね、条件が多いと、これは売れないんですよ。ビジネスってのは結局手元にあるカードをどのように使って最善を尽くして結果を得ることの繰り返しですから、やっぱりね、与えられた材料をいろいろ工夫してですね、で必ず稼ぐ人っていうのがビジネスのプロだと思うんですよ。で、私もアフィリエイトだったんですけども、売り上げを立てられない日はないぐらいにやり込まないといけないなっていう覚悟でやって、実際そうなったわけなんですよね。あ、ちょっと今度また電池が切れそうだな、すいません。こんにちは、速稼塾のコブです。今回はですね、お金を稼ぐためっていうか、お金をね、残すため、貯めるために買っておいた方がいい5つのお話をしようと思います。5つなんでね、メモに留めておいてください。しかもこの5つ、そんなにお金かかんないんですよ。通常お金を残そうと思ったら買い物しちゃダメじゃないですか。でも逆に買った方がお金が残りやすいものを今回は紹介したいと思います。まず1つ目なんですけども、調理器具ですよね。昨日も私ね、フッ素加工のフライパン買ったんですけども、1780円。税込みで2000円ぐらいだったんですよ。ホームセンターで。これが数年間使えます。このフライパン1個でいろんな調理ができるんですよね。そして包丁は数年前に買ったものを研ぎながら使ってますんで、全然傷まないですよね。まあ、その他必要な調理器具って、鍋ぐらいじゃないですかね。これを一通り揃えておいても、まあとてもじゃないけど1万円は超えないんですよ。でも、そういった調理器具があることによって、自炊がすごくはかどるんですよね。自炊ができると何がいいかっていうと、自炊のスキルアップをしますよね。そして節約になります。一回で作っておいたものを冷凍庫に仕分けしておいてみたいな感じができるじゃないですか。プラスですね、 YouTube をやるときの発信材料のネタになるんですよ。で、つまり資産が作れるってことなんですよね、自炊ってのは。で、こういったことを考えると、やっぱりね、調理器具っていうのは絶対に必要で、自炊を中心に食用を回した方がいいかなってことになります。で、カレーとかシチューとかホットケーキっていうのはね、作り置きしておいて冷凍庫に入れておいて必要な時だけ取り出すってことができます。その他にもね、お好み焼きもいいですよね。冷凍しておけますんで。あとはこれは調理じゃないんですけども、塩鮭とか塩サバとか塩のみりん干しとかね、こういったものを冷凍庫に切り分けて置いといて、で、必要な時に出してしまえば、それ一品でね、ご飯一杯とか二杯とか食べれるんで、自炊がすごくね、楽になるんですよ。で、そういった形で私も、少量多品種っていう、いつもの自炊の食事ができてます。だいたい小鉢を7つから8つ用意して、で、中央にご飯とか、そうめんとかを使ってるってとこですかね。この調理器具っていうのは必須だと思いますんで、ご用意いただければと思います。では、2つ目にですね、お金を残すために買っておいた方が良いもの。これはね、水筒ですね。まあ、水筒がなければ、空のペットボトルでもいいです。
まあ理由は言うまでもなく、コーヒーとかお茶とか水を持ち運ぶためなんですよ。出先でいちいちね、100円200円と買ってらんないですからね。私の場合は常に空いたペットボトルを、洗って置いておいて、その中にこういったね、コーヒーを入れたりとか麦茶を入れておいて、それで出かけます。ですんで、出かけてる時に自販機とかに寄ることはまあほとんどないですね。で、スターバックスでコーヒーも飲まないですしね。マックにも寄らないです。特に外に出て飲み物を頼むことってのはないですね。まあそういう風にしていって、節約を、もう節約できるじゃないですか、こういうのって。極端な節約をしてるわけじゃないんですよね。でも、きっと、お金がなかなかたまらない方って、出先でコーヒーとかを軽く頼んじゃうんじゃないかなと思うんですよ。頼めば数百円とかしちゃいますからね。私はこれはね、本当に払いたくないお金なんですよ。家を出てそこで何かね飲み物を買うっていうのは絶対に避けたいことですね。はい、3点目はですね、水ですね。水、言わんでもなく飲み水なんですけども、これはね2リットルのペットボトルで1ケースごと買うんですよ。近くのスーパーだと1ケース450円、サントリーのやつなんですけどもね、水が6本入っててすごい安いでしょ。で、お水ってのはやっぱり健康にもいいですし、それから安いですよね。で、お水なんで、麦茶の粉入れたり、緑茶の粉入れたりすると、まあ、化けると言いますかね。そういうふうな形ですごく使い勝手がいいんで、まあ、基本は水、そして緑茶などを飲むようにしてますかね。まあ、そうやって、飲料に対して、お酒も当然飲まないですし、その、お酒じゃないと楽しめないってことは全然ないんでね。水でも全然、楽しめるんで、私の場合は、お酒飲まずに水ばっかり飲んでるかなと。まあ、たまにコーヒーとかね、緑茶飲むって感じですよね。まあ、すごくコスパがいいなと思ってます。で、4点目がお財布です。お財布もね、なるべく小さいやつですよね。実はね、私お金がたまんない時ってこういうでっかいね、財布というか、なんかこんな変なもの買ってたんですよ。これ自体がなんか4万円か5万円ぐらいするというね、お金のたまらなそうなやつですけども、こう大きいといろんなものガサガサ入れちゃって、しかもこれを持ち歩くわけですよ。で、そんな使わないじゃないですか、カードいっぱい入れたりとか。領収書いっぱい詰め込んだりとか、まさにそうなっちゃうんで、まあ、こういうのをやめてですね、今はね、マネークリップ。こういう風になってます。すごくシンプルですよ。まあ、免許証があって、カードが1枚あって、現金が1万2000円、ここに刺さってます。これだけですね。今持ち歩いてるのはマネークリップで。ただこれだけですよ。ね、だから、小さすぎてなくさないか心配なんで、そういう方はちっちゃい財布を持ち歩いて、それを入れるといいと思います。で、あと5点目なんですけども、これはね、お金持ちになるために持っておくことっていうわけではないんですけども、靴ですね。靴を洗うようにした方がいいです。靴の手入れをするようにした方がいいかなと思います。そうすると靴ってね、長持ちするんですよ。5年前に私が買った靴が、3万円か4万円のアルマーニの靴なんですけども、未だにね、調子いいんですよ。で、革製のやつなんですけどね、革のスニーカーなんですけども、でも、革の靴とか、そうでなくても、スニーカーみたいなやつっていうのは、手入れをしないとね、本当にね、汚れから朽ちていくんですよ。ほで、ピッと切れたりとかね、底が外れたりとかするんで、きちんと手入れをすることによって、一足を長く履くっていう感じですかね。まあですから私が5年前買ったやつが、未だに現役で、全然元気に履けてますから、これがね、4万5万でも高いっていう感覚はないですよね。これから先5年も使えそうなんですよ。で、その靴を、まあ3足ぐらいローテーションで履くんで、まさにね、15年、20年持つんじゃないかな、みたいな。で、ある程度のブランドものにしておくと、飽きが来ないんでね、壊れないし、それが履きやすいですし、要するに飽きが来るっていうのはどういう感覚なのかなと思ったら、安いやつだから飽きるっていうのも入ってるかもしれないんですよ。で、安い靴だと、やっぱり汚れが落ちにくかったり、手入れがものすごくしにくくなるっていうことで、結局は、お金が出るようになってくるのかなと。だから、5年前に靴買って、結構いい靴買ったんですけどもね、それ以来靴全く買ってないんですよ。これがすごくいいことだなと思いますよね。でもやっぱり2000円3000円の靴を買ってた頃はすぐに行かれてダメになるし、それからね安いんで丁寧に扱わなくなっちゃいますよね。で、そういったところがあるからやっぱりいい靴を履いて丁寧にしないとな、もったいないからなっていう気持ちになると結局は長持ちするのかなってことですよね。以上のような感じで5点、ちょっとたまにね、動画の方をつなぎながらお伝えしたんですけども、すいません、いろいろ用事しながらだったんで、もしかしたら服も変わってるかもしれないですけどもね、まあ、月収、手取り14万から抜け出すための5点、これは買っておけよみたいなのね、ちょっとお伝えしてみました。どれもこれもそんなにバカ高くお金がかかるものではないと思いますんで、ちょっとね、心の隅に入れておいていただけたらと思います。
うん、で、まあ、タイトルにつけるかどうかわかんないんですけども、うん、だから手取り14万と手取り140万の、違いはここにあるみたいな感じですかね。なんか、すごく炎上しそうなタイトルですけども。まあ、私の動画アクセスそんなに高くないんで炎上するほどでもないかなと思いますけどね。まあ、そういうふうに考えながらやったってことだけご理解いただければと思います。それでは本日は以上です。ありがとうございました。